メトロ、田原町駅ホームの E4 法の芸能モンプレート。E4 法昭和7年8月15日は、発足間もないパゲ劇で活躍した俳優。東京日本橋五福町に、写真家の北つ筑波の息子として生まれる。実家は五福町の油問屋で、父の北庭は浅草花屋敷で写真館を開いていた。祖父は上瑠璃宮、その節の二代目宮。 その地都市とも言われる。医学予備校、ドイツ協会などに学び、父の没後は、神戸の三井銀行に勤務した。当時、川上をとじろうの、書生芝居が人気を得ていることに興味を持ち、明治24年、川上はじめ座に俳優として参加した。まもなく、傲慢だった川上と田元を分かち、芸術的、写実的な演劇を目指し、11月、与田学会の援助で、 浅草のあずま座を本拠に男女合同改良演劇、再尾館を起こした。座員には水野義美、千歳米原がいた。明治27年からは市村座で佐藤敏三、水野義美と共に三人の性を合わせて伊佐水演劇を旗揚げし、河合竹浦と共に近松門左衛門の近松劇からシェイクスピアの翻訳劇まで様々なジャンルのものを上演し、 絶賛を浴びた、明治35年には拠点を中島佐護座に移す。明治42年に東京座で行われた新派大合同公演では座長を務め、その後迎えた三頭目時代を先頭で引っ張った。昭和3年、牧野昌造監督の昌兵で、映画、中魂儀列、ミノルロク中心蔵に、大石倉之助で主演。 その際の E いの尊大な態度や勝手な演技は、巻のプロ書院を深く失望させ、スタッフや役者の分裂、脱退まで引き起こす原因となった。昭和5年、本国劇を旗揚げも失敗。昭和7年、東京劇場で、お名残に筋道に出演中、慢性腎臓病と動脈硬化症で倒れる。8月15日、死去。 昭和13年7月1日から25日まで、東京歌舞伎座で、いい洋蜂追善工業が行われた。養子は、いい友三郎。ぶろ1960年代半ばに、大英映画や、テレビドラマ数本に出演した、いい美希は孫にあたる。芸名は、ヨダ学会により、いい要望をもじって名付けられたという。俳優のいい友三郎は娘婿。二枚目俳優であり、 その経歴からも、神派劇の黎明期を支えて立った名優といえ、シ派の大統領と呼ばれ尊敬を集めたが、その一方でその名声に奢った行動が少なからず、見られたことも事実だった。亡くなった時、大谷健次郎の記事が載っている、いい用法を、奥府、いか院用。を、う、すつきりとした名誉、名優、善良無比の江戸、ちごいい用法は死にました。 再び前世にある神パに、この明瞭な価値多い存在を失ったことは、神パは、もちろんのこと、劇界全体のために一大損失として惜しまなくては、なりません。あんなさっぱりした良い人間はもう二度とは出てきますまい。マキの肖像は、中根義烈、ミノルロック中心蔵の多い主役に当初、関西歌舞伎の名家、実家は炎弱を予定したが断られ、次に、 松本幸四郎と交渉したが、炎弱に遠慮した幸四郎にも断られた。交渉に当たった浅草劇場主の堀倉義は、若手のバンドを久し三郎に、白羽の矢を立て、小畜三郎もその気だったが、松竹側が炎弱に遠慮して断られた。最終的に、ちょうど審判を離れたばかりのいいの名が上がり、ようやく、大石役が決まることになった。これだけの難航だったため、 マキノ自身もいいに気を使わざるを得ない状況だった。まず、大石と立花左近の対決の場面が天の橋立でロケされた。近屏風の前で、大石が白紙で芝居を見せる名場面で、左近に一同が切りかかり、これに気づいた大石が止めに入る場面、大石役のい、e、いは、新派俳優なのにもかかわらず、いきなり、待て、と叫んで、たー、ポン、ポン、ポンと、歌舞伎の、 六方を踏んでしまった。牧野監督は、大石倉之助が六方を踏むとはと慌ててしまい、カットも言わず、呆然としていた。そのままイい,いは、いい気で六方を踏みながら、ダーッとやってくる。移動車を押していた、牧野正宏は、本当にアホらしくなったとこの時の様子を語っている。やり直しを言っても、イい,いは、もうやれんとの返事で応じず、牧野監督もカメラマンもがっくり来てしまったという。 仕方なく牧野監督は、正さらに、いいに活動写真の演出について説明してやってくれ、と頼んだが、いいは、耳も貸さずさっさと帰ってしまった。これを見た、玉木淳一郎が口止めされたにもかかわらず、ジャーナリストにばらしてしまい、いいはカンカンになって怒ってしまった。牧野は玉木が、自分のために怒って、これを暴露したと知っていたが、玉純すまんがお前。 この写真上映するまでしばらく首になってくれと頼まなければならなかった。いい数とのために、牧野は有能なスタッフを外す羽目になったのである。中根技列、ミノルロク中心グラデイと共演した嵐勘十郎は、大体芸名からしていい要望でっしゃろ、うぬぼれ旅が過ぎてますわと語っているが、実際撮影時でも活動写真を理解しようとしない、この 新派の大統領に周りは振り回され続けた。アラカンや片岡知恵蔵は、この、いいの姿を見て幻滅し、牧野を辞めようと、密かに決心したという、ありがとうございます。